三。はい、4時となった模様です。はい、今日もミタスラも頑張りたいと思いますけど、最初に、いつもね、焼津テレビさんをこうバックアップしてくださってるスポンサーさんの紹介をさせていただきたいと思います。ペットの総合施設 DC キャッスルさ、キャッスル様、スカちゃんの癒しタイム様、シンガーソングライターの平さん、カッパのナナコさん、これ私ね検索してみました。なんかね、カッパのナナコってなんて言うんだろうっていう感じだったんですね。すごい面白かったですね。書き終えましたのでちょっと読ませてもらったんですけど、浜松の神エステサロン、サロンドピュール様、大人が輝く背中を見せる夢チャンネルの松原美里様、すごい輝く背中を見せる、すごい魅力的、ドラゴンと一緒に希望を届きます、エスピル様、ドラゴンと一緒にですって、すごいですね。ねえ、気になる。ドラゴンと話もできるそうです。そもそもドラゴンどこにいるって感じなんですか。小さい時から、ね、妖精と話してたんだって。それでドラゴン、そう、ドラゴン、すごい、ちょっと面白そうな感じですね。それまた来るよ。じゃあ皆さん期待しててください。へえ、すごい。マスターグリーン様、なんか今ちょっとマスターグリーン様安心したでしょ、今ドラゴンの後でテクニック365カフェさんっていうんですか、ですよね。猫の肖像画が作家、はい、カトレイト様、すごいですね。愛カッサ、マリアンジュ様、なんかすごい名前、すごいですね。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。というところで、今日のゲストさんはこちらにも、ね、座ってらっしゃる方なんですけど、自己紹介の方、はい、お願いします。はい、カメラマンと消しゴムハンコ作家と講師をしている、屋号は雪の子制作って名前なんですけど、長野由紀と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。カメラマンと、はい、ハンコ、はい、消しゴムハンコ、はい、ことなんですよね。そうそうそう、そもそもね、カメラマンと消しゴムハンコがこう結びつかなかったんですけど、はい、どんな流れで今に至ってるんですかね。はい、私も何も結びついてはいないんですけど本人が、ね、結びついてない。あ、よかった。そう、ただもともと学生時代から、学生で専門学校で写真の専門学校に行っていて、はい、そこが始まりというか、うん、まあ、高校生の時からずっと写真は撮ってたんですけど、そこからずっとやっていて、でカメラ屋さんにお勤めしたり写真館に勤めてっていうので、はい、もうキャリア的に言うと十数年。おー、すごい。飛び飛びですけどね。でもちょっともう腹決めてやって、今は始めております。カメラマンでね、はい、そうなんです、ね、で写真館に勤めてたんですが、うん、はい、ちょっとのっぴきならない事情で辞めましてすごい興味津々なんですか。 それはまたこれオフになってから、オフになってから、そう、ね、そう、裏で、そうで突然辞めて、突然辞めて、そうで時間がなくありまして、うん、あり余りまして、そうで、なんかいろいろやったんですよ。羊毛フェルトもやったし、うん、まあ、羊毛フェルトはもうさっきもあれなんですけど、うん、年一でいいね。そうそう、モフモフの綿をね、ガタガタってなんか、そうそうそう、呪いのように刺していくんですよそうそう、なんかね、ぴったりなんだけどそう、それはだけど、そうそうそう、可愛いですよね、あれね。そうなんですけど、でハンコもじゃあやってみようかなと思って、うん、でインスタグラムか何かで見て始めて、うん、そしたらすごく下手くそで、あ、次うまく彫りたいなと思ったらそのままハマって、あ、そうで、そうで、あ、上手にできちゃった、これってインスタグラムに載せたりするようになって、うん、フェイスブックにも、いやだ、私こんなのできたって今思えばなんだこれってやつを載せてたらオーダーが入るようになり、そうそうそう、でいつの間にか売ることになり、講師を頼まれっていうので、今なぜか私はここにいます。すごいですね、はい、流れが、そう、なんか激流のようになってるみたいな、人生すごいみたいな、そうでも結局その好きでいたってことですよ、うん、なんかこう探求心バーって犯行のとこに来たとかですか。そうです。羊毛フェルトのやつは年に1回でいいって最初、うんうん、6月でいいんですよ、なぜか6月あれ、なんか暖かくてか冬になる前にやろうじゃなくって、うん、6月、なぜか私毎年6月なんですよ、梅雨の時期になんかこう、そうそうそう、やりたくなる、そう、なぜかやりたくなってずっとやってたんですけどなんかすごいその季節感がわからないんですけどね。そう、私もね、なんでこれをこの暑いムシムシした時にやるんだろうっていう、
そうなんです。でもそれはもうそれで満足なんですね。あ、そうですそうです。一週間によって1ヶ月間でも十分です。あ、いいですいいです。もう十分だし、最近はハンコがあるのでその時間はあんまりなく。あ、なるほどね。まあなんかあればやりますよっていう。だからやりたいことが何なのかってこといろいろやってて、まあ人って変わるじゃないですか。その時のマイブームじゃないけど。あ、そうそうですね。そういう感じで言ったらハンコがすごい良かったみたいな感じなんですね。そう、一個ハマるとずっとそれだけになるタイプなので、その一個それがどんどん増えてる感じです。あ、もうだからこう一つのことに対してやり始めて探求心が出るとガッてやって、それがあるとはい次みたいな。そうだけど同時進行です。だから写真もずーっと走って、ハンコもずーっと走ってるんで、そうそうそう。なんかすごい面白いんですけどね。なんでだろうみたいな。でもそうやってね、こういろんなことをこうやりたいっていう時に、なんか下手だからなんかやめちゃおうじゃなくて頑張ろうっていうふうに思ったんですよね。あ、そう、そもそも下手で諦めるようなことにはもともと手を出さないんだと思います。なるほど、深い。そうそうそう、深い、深い、あら、深かった。そう、今日ちょっと一番最初の深かった。そう、でもね、すごい大切だと思うんですけどね、先ほどちょっとね、二人で話をしてたんですけどね、あの何かしようと思った時に必ずと言っていいほどできない理由を考えるじゃないですか。皆さん、皆さんか分かんないですけどね、あのこうだからできない、例えば子供がいるからできないとか、独身だからできないとか、逆に結婚してるからできないとか、ね、フルタイムで働いてるからできないとかっていうけど、もったいないですよね。もったいない。あと、もう本当にもったいないです。ですよね。そう、私、そう、さっきもお話したけど、末っ子体質というか、兄弟でも下、親戚でも一番下、どこに行っても今周りの仕事で出会った人の中でも割と最年少が多くて、この年になるまでずっと一番下のポジションにいるんですけど、みんなすぐ私に若いんですよって言ってくるんですけど、いや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 、それ話だと、そうそうそう、だって多分あなたの年、今の年、その何、40代だったら40代の方の年になった時にも、私きっと同じセリフを言いますよねって。だったら年齢って関係なくないですかって思っちゃうんですよね。だって親から言われれば一生親の、ね、そうそうそう、年齢差は埋まらないし、そうそうそう、あの兄弟の差も絶対埋まらないし、逆転することまずないし、そうないっていうね。なのでね、そうやってこう諦める理由を、ね、考えてしまうと何もできなくなるじゃないですか。そう、そうなんです。でも全然それがないですよね。ないですね。だから何をやるにもすごい自分で頑張ろうって、で興味が持ったことがやっぱ的確なんでしょうね。自分の性格とか、なんか分かってて、確かに自分がこういうことをしたら楽しいんじゃないかってことを分かってる、本当に。いやでもね、意外とビビリなんでね、なんかわーってなる時もありますけど、ごめんなさい、残念だけどビビリに見えません。そうなのね、なんかビビリに見えない、ね、でもなんか諦め悪いですよ、諦めがつかない。でもすぐに諦める時って、私もね、諦めが悪い部分と諦めがすごい時があって、諦めが、悪いのはね、そう、諦められないからじゃないですか。間違った入れ方でうまくいかなかったら、そこは諦めて違う方法すればいいだけじゃないですか。あ、そうそう、まさにそれです。そうなのに、何もかもが全部ダメ私ってなりがちな方がいると思うんです。そうするとね、前に進まないじゃないですか。あ、わかる。これやってみようと思うんだ私じゃなくて、もうやってなさいっていう感じですね。そうそうそう、とりあえずやってみればっていうね。そこを、ね、やらない方が多いので、わかる、ね、そんな感じなんですよね。なのでね、やっぱそうやって自分が最初下手だったなっていうところからも、でもこれ上手くなりたいと思ったハンコですよね。はい、でね、すごい可愛いんですよ。私も見させていただいてるんですけど、こっちがね、パンのこう、こんなものができてますって、すごいあったかい絵じゃないですか。そう、癒し系ですね。すごい癒し系、ご本人が言いましたけど、間違いない、絶対間違いない癒し系なんですけど、すいません、あの絵の勉強されたんですか？してないです。すごい、私ね、本当に絵の才能がないんですよ。あの、ね、自慢なんですよ、もうここまで来るとね、あの完璧にこの何、絵心というものを、あの母の体の中に置いて出てきたので、あの何を描いても何これの感じで、あの息子の絵をバカにできないというね。あ、そうか。だいたいあの子供の夏休みの 宿題の時に、ね、下手だねとか汚いねとかいうことができずに、全てうまいねと褒めて育てるみたいな感じだったんです。これすごい可愛いと思いません？いや、ありがとうございます。これね、ワークでもいろんなところでやられてると思うんですけど、あのね、この先ほどの前田さんもやられたという形でね、息子さんがやられて、すっごい可愛らしいハンコだったんですよね。
あのあるかな。なんかね、消しゴムのハンコっていうとこうやってこうなんか絵をねこうやるじゃないですか、こう絵とかなんかもう可愛らしいのを描くと思うんですけど、本当、うん、ここ前田さんの息子さん面白いですよね。そう、あの前田ってそう本物のハンコじゃんっていうね、ちょっとねカメラに入ってるやつ、ね、あえてまたここでも前田みたいな、しかもヘラヘラもいっぱい、そうそう、ね、なんかね、あ、出た、面白いんですよね。ちょっと出していいですかこれ、OK って出てるのがね、なんで OK だったんだろうなみたいな、見るかな、あ、もうちょっと下げる、そうそう、あ、そうそう、そんな感じ、そうそうそう、見えます、見えます、あのみんながねこうかわいい絵で言ってるところを、うん、前田さんの息子さん、オッケー前田で、何がオッケーだったんだろうってすごい気になるんですけどね、本人に聞きたいぐらいなんですよ ね、ぜひ今度連れてきてもらえれば聞きたいなと思うんですけど、すごい自信いっぱいでしたよね、自信たっぷりに、ね、やってました、すごいですよね、あ、コメントが入って、あ、全カパってって感じ、あ、ありがとうありがとうありがとうめっちゃもうやった、友達がコメントくれました、あ、そうですか、ありがとうございま す、どんどんください、買いました、あ、 あのね、このデデミンさん超面白いですよ、さすが、あ、言っとこう、じゃ あのぜひね、またデデミンもらえれば、うん、何も特技がなくても面白いというだけで来てもらえれば、そう、ね、すごい多彩で、すごい、でも、うん、あの絵文字がいっぱいっていうのは絶対面白いはずなんですよ、交代してもらう、なんかね、来ないで。なんか奥さんね、すごい今日で、ね、違う、今日違う。なんかできる男なんですよ、奥さん。あら、そう。そうなんです。だからね、こういうの、でもこれワークで作れたりとかするイベントでやるね、出られるということなんですけど、ね。まあでもこのタイプだと1時間ぐらい皆さんかかっちゃうかもしれないので。逆に言うとこれ1時間でできるんですか？いや、あと普通に。だって掘るんだよ。そう、1時間でできたらいいな。これって変な話聞いていいですか、うん、あの耳例えば切れちゃったとかって言ったら、うん、最初からです、これまた削ってまたやればいいと思います、あ、もう新しいハンコでもう一回最初から、そうなんですね、細かいんですけど、うん、このね、元々の絵がめちゃめちゃ可愛いんです、いや、ありがとうございます、すごいあったかいでね、このファンもすごい可愛いの、ね、これね、またね、ピーマン、そうそうそう、これ私これ見たんです、フェイスブックで見たんです、これハンコで値段が、これ目で持ちます、目で持ってます、はい、こんな感じ、ね、うん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 、これ可愛いですよね、バッグに付いてたりとか、そうぜひね、でこれね、このお兄さん、はい、こっちの方が見やすいかな、あ、こっちの方が見やすいかもしれない、ね、そうですよね、こんな感じ、可愛、うん、いじゃないですか、これ贈り物にいいですよね、あ、贈り物の方が大半ですね、そうですよね、そう、でもね、多分ね、自分も欲しいかなと、うんうん、ただあの、まあ、マタニティじゃないのでね、まあ余談ですけど、私も自分に使ったことはないですそうですね、このね、お腹の大きい鬼って可愛いと思いません、これも全部自分で考えられた、あ、そうです、そうです、デザインもできる、すごい、そう、ま、見てあ、ちょっとユッパさん似てる体型そうそう、スリムだもんね、はいはいでもね、後ろの絵がまた可愛いの、ほら、うん、ね、うん、これ本当に贈り物にしたらね、喜ばれると思います、うんうん、ね、そう、贈り物が多い、やっぱそうですよね、これね、可愛い赤ちゃん、本当可愛いんですけどね、これね、例えばなんかこんなものを作ってもらいたいんですよとか、はい、こんなやつで、なんかこんなイメージでとかって言ってお願いすると、はい、全部デザインもしてくださって、はい、作っていただけるってことですよね、そうです、そうです、変な話さ、お店の宣伝とかの、うん、例えばなんかこう袋にこうお酢とか、はい、うん、ああいうのも、あ、絶賛受けたまっております、なんかすごいそれ可愛くていいと思います、そう、なんか、うん、あ、ちょうど持ってるかな、あの焼津のパン教室の先生のハンコ、多分もう出しちゃっていいんですけど、うん、とかをこういう感じで、うん、見えます、見えます、細かいね、そうそう、すごい、超パン教室です、泉さん、斉藤泉先生、あ、泉さんのハンコ、あ、はい、お、すごい、今お待たせしておりまして、そう、もうちょっとお待ちください、はい、すいません、すいません、申し訳ない本当ですよね、とかをやっております、うん、はい、かこれって例えばお店の袋に押してもいいし、はい、逆に名刺みたいな感じで、はい、あ、そうです、そうです、そうです、あのインパクトがあると思うんですよ、印刷の名刺じゃなくてもハンコの名刺って柔らかいですし、女性の起業家の方なんかお店の方もそうですけど、あのお店のイメージとか雰囲気が伝わりやすいと思うんですよ、あ、そうですね、そう、だから私も自分のハンコを、データ化して彫って、で名刺にしてます、
で自分でチョップカードは自分のそのハンコをしたりとかっていうことすると、うんうんうん、なんかねまたあったかいんですよ。そうですよね。逆に言うと印刷じゃなくて一生懸命こうしてると、うんうんうん、こうかすれてる部分がね、そうそう味になってね、うん、ね、わかりますわかります。すごい可愛いと思うので先生もうちょっと待っててください。お待ちください。すいません。他にもやられてることが、そうですね、まあ、多いんですよね。だから多彩なんですよ。もう何やか分かんなくなってきて最近、まあ、多分何やって決める必要はないと思うんですよ。あ、そうですね。私もお花の仕事をしてるんですけど、うん、他のこともやってたりとかするので、うん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 、もったいないですよ。そうですね、決めるのがね。そう、あとそうですね、今はお友達のアクセサリー作家さんが徳島に住んでるんですけど、徳島、そう、徳島からやってきて、これがね、地域で、扱ってる県の方が、まあ、例えば岩手、茨城とかいろいろ各地域に8県ぐらいあるんですけど、この方の代理店みたいなのをしてる人が、で私は静岡担当で、静岡限定カラーのこのティーグリーン、限定なの？ティーグリーンっていうね、あ、お茶？そう、すごいね、綺麗なんですよ、見えるかな、こう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 見えます？そうそうそう、すごい綺麗なの、これこれお茶の色だそうですよ。すごくないですか？そう、新茶みたいな色って言って、そう、新茶ですね、本当に。え、これはじゃあ静岡にしかない色？そうです。なんでか近い近づいて、近い、今日ね、アクさんで違うんです。いつものアクさんではない、うん、じゃないんですね、全然違います。いつもはなんかね、向こうに、ね、座ってるんですけど今日は動きが活発ですし、ね、仕切りがうまいですよ。あららら、いつもね、5秒前とか言ってくれないんですよ。あ、本当ですか？奥さん、もしかしたら4時過ぎてますっていうね。あ、そうです。そっから始まるんですよね。そうなの、4時過ぎてるぞっていう。そう、これもね、可愛いんですよ。そう、これはゴールドで、どこの地域でも買える、ね、でもね、このゴールドだったら、そう、今つけて、あ、そう、夏でも冬でも良さそうとか、一年中良さそう、うん、そう、なんかね、すごい、T シャツに、私、そうそう、 T シャツこのグリーンもいいなと思うんですよ。そう、なんかね、私全然興味ないんです、アクセサリーとか、キラキラしてるものとか。え、そうなんですね。テンション、持ってるとキャラに合わないなみたいな、いろいろ考えてしまうのもあるんですけど、これはね、もう即買いでした。で、私から言ったんです、取り扱わせてくださいって言って、はいはいはい、そうで、ストーンの並び方とかもすごい好きで、綺麗です、すごい綺麗。これってどこで買えるんですか？私のブログから買えます。あと Facebook でも OK です。そうですね、はい、あのね、すごい、これおいくらですか？3000万円です。3000万円。これすごい可愛いんじゃないですか？そう、可愛い。そう、でもね、静岡限定って、限定って言葉にまず弱い、ね、そうそうそう、今しかないとかね、うんうんうん、あと何日とかね、うんうん、そういうのがすごい好きなんですよ、うんうんうん、そうそう、これね、じゃあもう、ゆきさんとかに行って、うん、ぜひ、うん、購入ください。Facebook の方で行けば。そうですね、Facebook の方はどうやって行けば出ます？長野ゆきでもいいですし、長野ゆきさんですね、はい、それとゆきのこ制作っていう Facebook ページがあるので、うん、はい、そちらからブログにも飛べるので、またホームも、ね、ね、ちゃんと注文フォームも用意してあるので。わかりました、はい、すごい可愛いです。ぜひぜひ、でも、はい、他にもすいません、もうね、ダサい。そうなんですよ、はい、今度私、実は時間管理が下手くそで、自分の時間を、制作の時間もあり、うん、まあ、私、写真の仕事と、ハンコと、あともう一個自分の仕事もして、いろいろやってると時間がなくて、それがすごい悩みだったんですけど、その悩みを解決してくれる先生に出会いまして、はい、このぐらい、はい、そうですね、静岡に、ちょっとこう下にこうスライドしてきますね、さあさあさあ、今週でもこります、はい、今週の日曜日が藤枝、月曜日が静岡で、浅野優さんっていう全国で活躍されてる手帳術の先生をお呼びして、講座を開いていただくことになりました。で、まだ、若干席は残ってます。特に月曜日の午後と夜の分、超おすすめなので、はい、ぜひぜひ。時間の使い方って本当にね、習得すると楽になりますよね。あ、そう、私もずっと悩んでたんです。ずっと悩んでたんですけど、なんかこうやったらっていう試行錯誤の上、自分のオリジナルの時間管理術じゃないですけど、管理をするようになったら、なんかね、動きが楽なんですよ。で、隙間時間って私は、ね、言うたけど、私隙間時間が、ね、ほとんどないんです、うんうんうん、全部なんかちゃんと管理できてるので、うんうんうん、まあ、自慢ですけどね。すごい伝わる。でもこれね、自分でやるとね、こうなん
が、ね、めんどくさくなるんですよ。そうそうそう、私たまたまなんか私に合うのこれかなと思ったのがフィットしただけなんで、そうでも教えてもらうってすごい楽で、しかもねすごいかっこよくて、うん、あの30歳でテニス始めてらっしゃるんですけど、子育てしながらあの全国で3位までになってらっしゃるっていう、すごいその時間管理をして主婦をして子育てをしてテニスをしてで全国3位になってってっていうすごい面白い人で、時間の使い方も上手なんでしょうけどテニスも上手なんです、ね、そうです。でコーチもされてるんです。すごい。でも始めたのは 30? すごくないですか。そうです、ごいね、美人 で、ね、大好き。写真見てもすごい綺麗な方なので、大好き。浅野優さん覚えてください。なんかね、私このチラシをこう下に下げたくないみたいな、うんうんうん、そう綺麗な方ですね。そうで優さんがそう手帳も作っちゃって、あでそうこれもね全国でも在庫がないそうで、私も持ってますけど、 あ自慢、そうこれ自慢のそうためだけに持ってきました。そうなんですね。でもね本当時間術って、うーんそうそう、案外ねみんなね見落としがち。あそう確かに、なんか時間がないって言ってる人ほど時間はあるんじゃないかって自分に聞かせてます。今あの時間がない人に限ってめっちゃドラマ見てますよね。あもったいないじゃんその時間。あと時間ないって言ってる人みんなスマホ見てますよね。あー分かる、ね、めっちゃいいねお寿司とか。そう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 、いいねテロみたいな。あそうそうそうずっとしてないみたいな。そう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 、そう前田さん来てくださる。前田さんで参加される。前田さんと一緒に来たい人は、月曜日の午前に来てください。そうそう午前なんですね。そうですよ、うん、午前に来てください。すごい来週来週。そう。そう私たち最強になって帰ってきちゃうから。あれですね。コメントで。あコメント。あ本当可愛い。あハンコかな、うん。ありがとうございます。あつるちゃんのこれからのネックレスかな。いろいろね、いろいろ可愛いのは今日はね揃ってるので。そう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 。揃っているので、揃っているのであれなんですけど。大変。大変。あ噂の。噂の。ん噂？私噂なんですか？あそう今日来てくればよかったですね。やっぱりそうなんです。本当今日言いたかったけどコスプレがすごいんですよ。でも私コスプレされてる方の撮影とかもたまにするんですけど、いやまあ本意気の人にはかなわねえなって思いますよ。でも普通コスプレすると、うんうん、あ着てるね、うんうん、ねっていうかね、なんかね普通に3日に1回着てんじゃねえかってくらい本当に上手なの。そうですね、見たい、なりきりみたいな感じでね。そう見たい人ブログまで出てたけど、ブログ見るとちょっとかなわないって。あ本当ですか、うん、なんかね本当になんか3日に1回あの、うんうんうん、本当に着てんじゃないっていう感じが。あ確かにちょっとこなれ感出てますよね自分で言うのもなんだけどめちゃめちゃ面白いですよ。あありがとうございます。なのでね、あのフェイスブック覗くだけでもうものすごく面白いこと書いてるんで。本当面白いね、うん、なんでってあ私聞いちゃったんですよ。すごい狙ってますかって、絶対狙ってないかなと思ってたらやっぱ狙ってないんですって。だからそのものがもうすべて、いや好きなことをただやってるだけなので。でもねあそこの駅まではなかなか行かない。いやまたまた本当またまた出てたんじゃないこの人っていうぐらいのコスプレだったんで。あでも何かしらには乗ってそうですよね、うん、なんかコスプレ特集絶対トップにいそうな気がするんですよ、そうですか。この人には負けるよみんなみたいな、そうだから、ね、本当にねフェイスブック見てもらいたいんですよ。いやでもなんか、いやでもねそれはもう恐れ多いですよ。レイヤーさんたちみんなすごく気合とお金と時間をかけて仕上げてるのに、私ただシャッてしてサッて立ってるだけだからそうそうそう、迫力が違うんだよ。そうなんかね胸張って着てますけどね何かみたいなねそうで本当に見た方がいいです皆さん。あのね、そうハンコも見てほしいんですけど、それよりもコスプレの、ね、姿。ああそうか、そう何でも何でもなんか、まあまあなんかハロウィンってさ10月31日じゃねえのみたいな感じがするんですよね。あそう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 、あ載ってないこんな。あ残念残念、これはねフェイスブックそう内緒、そうここでは内緒。そうあの、ね、今日ね着てきてもらえるかなと思うぐらい普通いやこれも結構普通じゃないって言われたんですよ今日。それで行くのって言われたんです。全然いいじゃん。ヒョウ柄。でもヒョウ柄って言ってもヒョウだからね。ヒョウ柄って違うと思う。それは柄そう、これヒョウ柄。あのヒョウだからね。じゃヒョウがいっぱいだからヒョウ柄かなと思って。ね、あのこんな感じで、ね、あコスプレされてるので。コスプレそんなしてないです。年一とかですね。あれした方がいいと思う。あ本当に、うん、なんか撮影の時にいやいやいやその格好で言ったらすごい和むと、うん思うので多分今度は多分行かれると思います。まあまあ家族撮影とお子様中心なんでお子さん巨頓でしょうけどね、うんうん、なんか来たぞみたいなねあの人何っていうねそうかもしれないけど、でもいいね、これを見てヒョウ柄っていう人もすごいなと。ヒョウ柄ですよね。ヒョウじゃん。ヒョウです間違いなく多分10人いたら10人がヒョウ
とヒョウ柄、ヒョウの柄だから、うん、女優服って売ってんだねとかそこまで言ってますけど、売ってます、着てますからね、某なんて言ったら某ファストファッション系のお店です、これでも。ああ売ってそう、分かる、大体どこかはこういう感じの、そう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 、あそうコメント、そう着てるはずです、はい、ね、でもね売って可愛いんだよねっていうのは、リキさんが可愛いじゃないですか。すいません。もう全然否定しないでしょ。すいません。そうなんです。もう受け入れるって決めたんです。30超えてから。ああいいんですよそれで。そう30超えたら褒められたら全部受け入れてやろうと思って。ありがとう。ありがとう。間違いないありがとうって言っておけば大丈夫なので。うん、そっかその手があるんだ。そう、うん。ちょっと私もいただこうかな。そうそう。ありがとうの2秒くれてありがとうみたいな感じです。そうなんですね、でもねこれからねイベントにもいろいろ出られると思いますし、うんうんうん、あのハンコを作ってみて、そのねハンコを作るイベントとかっていうのはやっぱ自分の好きなもの、はい、さっきの前田さんのように、ああそうです、 OK 前田みたいな感じで全然 OK 前田です、もう一回出ちゃったけどそうワンフレーズですよね、そうそうそう、 OK 前田、このぐらい多分大きさで言うとこのぐらい、うん、このでも結構大きいんですか、私手あんま大きいからあんま参考にならないんだよな、ね、どれ 何がいいかな、何があるかな、あった半これぐらい、うん、普通のねこのぐらいのちょっとちょっと、あ、10円でもありがとうございます、さすがです、何も感もつかない、こんな感じの大きさのハンコ、うん、もうちょっと大きいかな、うん、で掘ってもらう感じになるので、はい、時間はだいたいどのぐらいかかるものなんですか、お子さんにもよりますけど、お子さんの場合は、こういう絵が浮き出るタイプではなくて、うんうん、絵を線を削ってもらう感じで、逆ですね、そうそうですそうですそうです、うん、やってもらうので早い子で20分ぐらいとか、うん、上手な、まあ、大体30分ぐらい見てもらえれば、あの年齢はいくつからとかあるんですか、大体年長さんとかだったら大体みんな掘れます、で年中さん年少さんだと先が尖ってるので気をつけてもらいたいのと、うん、でも器用な子はできます、やっぱ人によるそうでもね、やりたいって言ったら私結構やらせてあげちゃうので、そうそう、ただそうね、まあね、うんうん、全然できますよ。そうですよね。やっぱやりたい気持ちが勝ってもらえる。そうですそうです。イベントはそんな感じで、はい、はい、講座はもっと2時間とかがっつりの時はもっと大きいサイズをみんなドンと。講座を受けたいっていう方はやっぱり、あリクエストしていただければ、はい、いつでもやっていただくっていう、はい、ブレックス制なんですね。はい、はい、そうです。そうブレックス制です。そうです。なんか仕事みたいな、ね、そうなんです、ね、いいこれから使っていいですか、私フレックス製なんで、私あのそのフレックス製作ってわけじゃないそうですね、使っていただければと思いますのでね、皆さんね本当にフェイスブック見てコスプレ見てあの、ね、多分ね5分以上笑いますね。5分もすごい、そんな時間もらっちゃっていいですか、ね、あの笑いながら感動すると思いますので、あよかった、うん、やっぱね、見ないと損なので、うん、やってくださいね、はい、では今日はねいろいろなもの見せていただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、またよろしくお願いします、ありがとうございます続きましてゆっぱさん、ここだけのすごい気合が入ってますよね、本当ですよ ね、 あのね、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、はい、ヒョウ柄からで、ヒョウ柄から正直ゆっぱさんの奥さんとこの前お会いして、そうなんですよね、そうお会いしてる同級生っていうか同い年で共通の友達もいるんですよ、近っ、ゆっぱさん悪いことできない、嫁がすごい面白い人がいるいやそれこそゆっぱさんの奥様のおかげで私幼馴染とまたちゃんと連絡取れるようになったので感謝です、本当に感謝だって、感謝、ゆっぱさんじゃなくて奥さん、奥さんごめんなさい、じゃあゆっぱさんにも感謝いやいやありがとうございます、そうなんだ、そうなんですよ、中学小学校の途中から八重洲に住んでた子で、そうで幼馴染なんですよね、そうなんですね、本当に久々ですよ、本当に久々、なんで何があったみたいなこれあの消してあるのが今違うってことですか、そうです、はい、それ以外は全部じゃあお願いします。